So I try to make some intentional using Japanese. Is it good? Really? Some people may have some problem, but I don't ask 日本語で喋らないですね。グレークの話がいっぱい入っていたので、若干わざとオーバーラップすることもあるんですけど、日本語で補足をしながら喋ります。30分ぐらい。僕は文章書いたら動かなくなっているんですね。困ってるんですけど。これは ELC という2週間ぐらい前にあった会議で、ね、その Materially Says a Reason in English という感じで、SGSI のアップデートということで、最新のリリースは 3.10 というのが2月に出ました、February 24th が出たんですけど、その時同時に 3.0 というのは、これもエンドオブライフなんですけど、3.0.101 という最新版に変わりました。それから3.4 についても 3.4 の時の当時の最新の 3.4.81 というのに合わせました。で、ちょっとですね、ここで資料がないわけです。 Since we discussed yesterday、 実はですね、今グレッグの説明しましたけど、そうか、ちょっとこう、ページを、すいません、見えてる。グレッグ説明したこのカーネルソースコードの中のドキュメンテーションの中に、ステーブルカーネルルールズというルールがあります。さっき質問も出ていましたけど、ステーブルカーネル、その 3.4 点なんとかって3桁目ですね、3桁目を作るときに何をアクセプトするのか、左の表は、例えば 3.0 は、3900個、3.2 は4700個とかいうふうに、3.0 が出た後にフィックスが入ってですね、で、そのフィックスとして何を受け付けるかっていうのは、実はストリクトなルールがあって、ここはまあ、それちゃんとグレーの書いたテキストドキュメントで読んでもらえばいいんですけど、例えば100行以上あっちゃいけないとか、明らかにテストされてるものであっちゃいけないとか、要するにですね、直した方が医療的なものは入りませんというふうな、そういうふうなルールがあって、なので、何を担保したいかというと、例えば 3.0 を使っている人は 3.0.1 とか 3.0.10 とかに、コンプリートにリプレイサブルだということをギャランティーしてるんですね。ここがポイントで、皆さん会社の中で、まあ、僕も含めてテストをしている人は、例えば 3.0 で出荷したものが 3.0.10 になったら、テストし直しだって、まあ、確かになるんですけども、コンセプトとしては、この 3.0 シリーズ、そのステーブルリリースというのは、その僕、マスタープライトと言いましたけど、基本的にはセキュリティフィックス、バグフィックス、まあ、特にセキュリティフィックスが入っています。なので、例えば皆さんが 3.10 を使っているよと言っても、3.10 の、これ、今日のそれはもっとバグも変わってますけど、3.10 この時は37、2500個フィックスが入っているんですけど、この2500のフィックスは、ストリクトにアプライしなきゃいけないものなんですね。なので、まあ、僕も自分の会社でみんなを説得しなきゃいけないんですけど、ここの 3桁目の追従、3桁目のどういうふうについていくかというのは、会社としては新しいものを使わないと、例えば皆さんが製品を出荷して、そこにセキュリティホールがあって、何らかの理由でそのシークレット情報が盗まれてしまったとなると、製品としてはそれでメーカーが訴えられたかもしれないですよね。で、最近スマートフォンとかでもしょっちゅうアップデートが入っているのは、セキュリティフィックスをアプライするためです。最近オープン SSL の話、いろいろ話題になっていますけど、ああいう問題、まあ、あれはたまたまなんか問題だけが特にハイライトされたので、皆さん知ってますけど、ああいう問題は実はいっぱいあるわけですよね。なので、このセキュリティフィックスは必ず当てなさいというふうになっていて、実は一つの議論は、ちょっと最初の資料に戻しますと、その 3.4 点こうなってますけど、Linux は、LTSI のカーネルは、じゃあステーブルをどうやってトラッキングするのっていうのは、実は今回は議論になりました。このコラボレーションサミットの時もそうだし、イギリスもそうだし、今回日本でも議論になりました。で、実はグレークと話して新しいルールを作りました。で、それは、LTS、ロングタイムステーブルカーネルというのは、さっき言ったように、例えば 3.10.1 があって、3.10.11 があって、こうなってて、14、13、14と。この3桁目が、ステーブルフィックスが入ってどんどん変わっていく、新しいのが出ていくわけです。で、これさっきグレッグが言ってましたけど、出た直後はアンステーブルというか、その出てすぐ見つかる問題もあるので結構たくさん出ます。で、時間が経つとだんだんこれ減ってきます。で、実は LTSI というのはどっかを取っていくんですね。従来はこういうふうに飛び飛びだったんですね。で、例えば 3.4 でいくと 3.4.24 から 3.4.46 ってこんな飛んでたんですね。ここが大体半年とか半年以上空いてたんですね。そうすると、この間にあったフィックスって、まあ、ここには入りますけど、例えばここで製品出した人は、
このフィックスどうやって持ってくるのっていうのは実は抜けてたんですね。でここは、企業によってはあの昔はですね古いカーネルを使いたいとか皆さん言ってたんで、最近みんなだいぶ変わってきてセキュリティの意識が高まってるせいか、ここってやばいよねってやんなきゃっていう議論が出てきて、新しいルールを作りました。でそれは、LTSI のターボール自身は全部追従すると。でこれですね、ちょっと僕もブラウザーというのが動いてるのかどうか非常に心配ですけど、例えば、カーネル .org カーネル .org のこのサイトのを見るとですね、この下の方に実は例えばこう見ていただくと 3.10.16.17.18.19 って書いてますね。実はカーネルログラップするには全てのバージョンのこのバージョンのリリースのターボールが上がっているんです。で要するに取ろうと思ったらどのバージョンが取ってくれるんですね。で実は LTSI は前はこう飛び飛びだったので、これと同じことをするのを決めました。なので、これどれくらい相談した結果、あの結論からも全部追従する Every LTS is reflected to LTSI というのを決めたんです。でこれをこれであのこういうバージョンをたくさんできるのはとてもいいことなんですけど、逆に問題が起きてたって、僕らもいろいろ LTSI のテストもしてるし、これってテストしないで、まあ、さっきグレッカーさんのことを日本語で言い直すとね、テストはしないと書かれてたんですよね。それは何を言ってたかというと、要するに全部のハードウェアを持ってるわけじゃないし、一個一個のパッチは一個その修正しか明らかに入ってないから、明らかにダメなやつを落とすけど全部テストなんかしてないよと。でこれ皆さんとっても大事らしいですけど、カーネルコミュニティ自身は、テストはしてません。基本的に、あの要するにビルドができるのは確認してますけども、いろんな環境でコンフィグも違うので全部のテストができないんですね。なので世の中にはディストリビューションっていう別の人たちがいて、それをそのユーザーランダムの組み合わせでテストをしてたんです。なのでディストリビューションって普通カーネルが出てから半年とか1年テストをしてから出るんですね。時間差があるんです。で LTSI も実はテストをしています。で LTSI のテストは何っていう話があるんですけども、基本的にはこれはこの考え方をここに全部追従するから、時間差なく最新のステーブルリリースが出たものを LTSI に反映させたものを作るよということはやることにしました。なのでここはこっちがテストしてないのかこっちもテストしてないんです。でその意味でいくと、従来のこのリリースというのはこれはこれを残すことにしていて、例えばここでこうバッと同期したらこれをテストしてちょっと上で出すと。でここの間隔は、従来半年とかだったんですけど、ここクォーターに3ヶ月ごとにしようとしています。3ヶ月ごとに出てきたテストを、一定のテストをしたものをちょっとここ多分アップとワンマンスぐらいなんだけど、テストをして出すと。なので LTSI プロジェクトのオフィシャルリリースとしては年に4回出ます。まあ、例えばね、まあ、ちゃんと決めてませんが、一応多分クォーターにすると思ってるん でそれと別にあのレイテストなステーブルのリリースに対しては必ずシンクしたものを全部のバージョンとして作ると。だからでオプションは2つあって、こっちを使って自分でテストするか、ここを使って LTSI のテストしたものを持ってくるかという話になります。で実は LTSI プロジェクトも僕ら商売でやってるわけではないので、あのテストのモーラー性というのに関しては議論の余地があるんですけども、ここのどんなテストをするのって議論も今いろいろ考えているところで、世の中にあるあの例えばベンチマークのテストとかですね、それからパフォーマンスのフィーチャーのテストとか、いろいろ実はオープンソースになっているテストがいくつか何十個かあるんですけども、今ここに多分ですねベンチマークのテストが30個ぐらい、あのパフォーマンスのテスト、フィーチャーのテストが同じく30個弱ぐらいあって、そのエクゼスティングなテストケースはここに全部やりましょうと。オートメーションのテストをしてリポートをつけてこういう結果でしたよとつけて出すということをしようと思っていますけど、でそれがじゃあファンクショナルに、例えば特にデバイスドライバーのテストができているかというと、それはできないですね。多分ね、デバイスドライバーというのは相手がなんか動かせなかったりするものが多いので、まあ、確かに自分でループバックしてシリアルを書いて戻ってくるのを見るとそういうテストはできるのかもしれないけど、あの外に何かつけなきゃいけないとかインタラクションが必要なテストはできないので、そういう意味ではこのテストも100点ではないですけど、少なくともこのテストをしてこんな結果でしたよっていうのをつけて出すというのがここにこう作るんです。なのでちょっとこれまだ実はドキュメント書いてないんですけど、これ今週来週で僕あの書いて LTSI のプロジェクトのサイトに載せますけど、こういう新しいルールを作りました。全部出すよっていうのとテストしたのを送って出すよっていう二段画面しますというのが新しい話です。でさっきのやつ戻るとちょっと戻るぐらいエビンスどういうのかな、ですね、この時、まあ、これまだ1ページ目ですけど、
で、まあ、この辺は復習ですけど、今日も初めて同意方の皆さんで復習すると、これカーネルホームページですね、カーネルオルグのサイトです。右上の黄色いところがレイテストリリース、今の出ているものの最新版。それから左の上がメインライン、ちょっと見えませんけど、メインラインに書いてあるところが、開発中の最新版。で、他の商用 OS では考えられないのですが、開発中のものが出ているよと。で、そこにこの時はたまたま RC2 ですので、マージウィンドウが終わった直後のアンステープなもので、さっきグリグリ言ってましたけど、大体 RC7 とか8ぐらいまで行ってリリースするってことになっていると。で、それ以外に、ステーブルとロングタームっていうのが出ているよねというのもあってですね、これ見ると、この先グレーが説明した話なんですけど、カーネル版のこれ多分 3.0 シリーズ 3.0 から 3.14 までのリリースデート、これから見ても分かりやすい、ここ70日で、ほとんど70日で出るんです、今。で、これって何を言ってるかというと、グレーもグレーのリーナさんも前言ってましたけど、2年半ぐらい前にこの新しいルールを作って、要するに何かができたから出すんじゃなくて、できなくても出すんです。要するに僕ら製品作るときは、このフィーチャーとかこのターゲットができなければ出荷できないじゃないですか。でもリラックスカーネルはできなくても出すんですよ、必ず。どういうことかというと、次は必ず回ってくるから。70日にも次のが来るので、さっきブリックも言ってましたけど、あるフィーチャーがノットマッチアードエイトだったら、それはドロップして次に回すんですね。ですからこれって、ね、リラックスの一つの非常に大きなメカニズムですけど、一定のキープデュレーションをコンスタントにキープして出していくっていうのはとっても大事なことで、これがあるから成功してるんだよと。なので、よくあるのは、期限が間に合わないから妥協して変なコードを入れましょうっていうのは商売、商用ではよく起こるけど、それは許さないと。プリマチュアだったら次にスキップしなさいというふうにするっていうのは、リラックスのとっても大事なルールです。なので、リリースはこういうふうに出てますよという話ですね。それから、カーネルバージョンによって、ここの資料は後でイギリスのサイトにあげます。これ、イギリスで着地すると思うんですけど、バージョンによって、この時も 3.0、3.2、3.4、3.10、3.12 っていうのが赤くなってますけど、これがロングタームステーブルで、例えば 3.4 を見ると、3.4.84 までいったよねと。だけど 3.5 は 3.5.7 で終わりだし、3.6 も 3.6.11 で終わっちゃってるよねと。なので、ここの赤いとこ、3桁がさっき言ったものですから、セキュリティフィックスが入ってるわけです。なので、赤を選ばないと、セキュリティフィックスを自分でやらなきゃいけないことなんで、すごい大変だよねと。でこれは、まあ、NTSI が作ったってもともとの話ですけど、でこれさっきグレッグが説明した通り、例えば 3.2 はデビアンがやってるよ。3.10 はこれ、クエストなんだけど、さっきそのスーゼがやってるよ。で、もう一つは、この 3.14 というのが、この時は、なんていうか、レイテストだったんですけど、3.14 ってもう、これさっきのサイト見ると、もう 3.14 ってこれ、今 3.14.4 とかが多分次の写真ですけど、今出てるカーネル、これ開発終わってるカーネルですけど、それが次のLTS になります。これ今回、日本で発表した話なんですけど、ですからこの 3.14 が今度は赤くなります。なので、今から始めるんだったら、3.14 を使うのがいいですよね。それから 3.10 は、実はレッドハットとかが使うことになっていて、レッドハットが使うってことは、エンタープライズ検査もそこの 3.10 と同じベースを使うので、それこそ、ね、ググったりすると、そこの 3.10 の設定がどうしたらいいのとか話がそこに出てきますから、そういう意味では 3.10 というのは一つのいい選択なのかなという気がしますね。なので、バージョン気にしましょうねっていうのがここに書いてあるんです。これさっきのやつですね。ステーブルはマスターからやると。皆さん、ここは絶対開けるんで、実はですね、ここにもう一つ大事な話があって、とか、これさっきこれグレッツの人通りで、年に1個選んで、2年間それをメンテしますよ。なので、3.10 ができたときは 3.0 をドロップしましたよ。それから今回その 3.14 って決めたので、3.10 は来年ドロップ、3.4 は来年ドロップするんですけど、3.4 は別の方がメンテするよって手を挙げてくれたので、グレッグから他の人にこうハンドオーバーされるということになりました。なので、グレッグとしては年に必ず、アップトゥーカーネルをメンテナンスしますよっていう、これがルールになっています。で、ここはまあ昔グレッグが書いて、これは去年の、いつだったオクトーバーに出した話で 3.0 は終わりだよと。だから 3.0 使ってさ、もう気になって先生しなさいねっていうのがこれグループが出したメッセージだし、この時は 3.10 が次だよっていうメッセージを出しました。で、これと同じやつの 3.14 だよっていうメッセージは、来週ぐらいに出さなきゃいけないと思っているので、これはリラックスファンデーションがこういうオフィシャルのものが出るでしょう。なんか今のところ3.0、3.4、3.10、3.10 で全部偶数ですよね。なので、で70日ということは年に4回、5回出るんですけど、割とその偶数とその考えると次だって何とか予想がつくような気もしますけど、皆さんの 4.0 って聞いたことあります？リーナスが 4.0 作ろうとかいう話をしてますけど、3.19 の次は 4.0 にしたいとかなんか書いてたけど、それもよく分かりませんけど、一応こういうアナウンスが多分 3.10 に出すと出ます。
で、ですね、訂正、これちょっと、今日初めての話で復習すると、この時は 3.10 ですね。3.10 だよと言ったけど、もうとっくに開発は終わってるよ。で、実は全く同じことは 3.10 に対しても言えますよね。3.10 はもう出ちゃってるんで、次 LTSA 3.14 だよと言ったって、もう開発終わってるので、今からコード入りませんよね、というので、LTSA はそこに新しいコード入れてあげましょうと。で、これは3.10 のヒストリー、これ3.10今回出したので、3.10 の開発自身が終わったのは5月です。マージウィンドクローズが、これもパッチ取り組み終わってて、出たのが6月です。6月末ですね。なので、もう6月末の時点では、今年2013年の6月にもう出ちゃっているので、LTSA 3.10 だよと、これさっきグレッグがこの 3.10 だよと言ったのはいつかというと、去年の8月なんですね。だから、この時点ではもう 3.10 の開発が終わっているので、そこにはもう新しいものが入りません。で、そこに、その後ろに新しい、例えば最新のチップのサポートを入れたいよっていう人のために LTSA サイトを作っていて、そこには、バックポートを受け付けますよと。例えば 3.10 には入ってなかったけど 3.12 とか13で入っているものもあれば、それはバックポートしてもいいですよと。で、ここはですね、さっきの LTS のストリクトルールによって、グレートの書いてるこれでは、ここには新しいフィーチャーは入れるなって書いてあるんですね。バグフィックス、セキュリティフィックスオンリーだと言ってるんです。なので、LTS この管理には、ニューフューチャーは絶対に入りません。で、LTSI は、これにプラスニューフューチャーを受け付けるんですけど、受け付けるということは、ここではね、さっき僕言ったけど、バージョンが例えば 3.10.3 なんとかって上がってきたときに、コンプリートにリプレーサブルだと言いましたよね。完全に置き換え可能なものでしかないんで、しか入れてないんですけど、LTSI は、LTS に対して新しいものを入れます。バックポートとはいえ。まあ、バックポートということは、コミュニティで一応アプローブされているコードだから、コード自身はクリーンなんだけど、やっぱりカーネルバージョンが変わればフレームワーク変わってくるところもあるので、そこは、何かが起こるかもしれない。でそういう意味で言うと、僕は今 3.10、この時は 3.10 を、パッチを集めるのが75日間、テストは1ヶ月で、今年の2月末に出ましたということなんですけど、3.14 はですね、ちょっとそういう意味では今年よりちょっと早い。なので、まだ決まってませんけど、多分年末とかを目指して出すことになるので、これからのパッチコレクションピリオドをどうするかとかテストをどうするかっていうのはこれから決めますけど、多分ですね、この時は2月末でしたけど、感覚としては今年末ぐらいに 3.14 の LTSI を出せるようにしたいと思っています。なのでそこに向けて、多分夏ぐらいからパッチコレクションを始めて、そこに入れていきましょうね。で、例えばもう 3.14 ってもう出てるけど、3.15 はまあ今さっき RC5 とか言ってましたけど、3.15 もほとんど開発は終わっている。もう最後の、バリデーションの最終段階ですね。で 3.16 というのはこれから始まります。 3.17 のこの先チャンスがあります。なので16または17に対してコードが入っていれば、それを 3.14 LTSI に持ってくるのは比較的ストレートフォードに持ってくるということになるんですね。なのでちょっとこれ今年の 3.14 のスケジュールってこれから決めて皆さんにアナウンスをしますけど、一応こんな感じで進むようになって、ポイントはこのニューフューチャーを足したことによってブレイクしてないか壊れてないかっていうことをテストしなきゃいけない。でそこは大事な話で、僕の3分で、この時は 3.15 か16かって言ってたんだけど、実は 3.14 になったと、予定が早まったよと言ってたんですけど、なぜにテストが大事なのかと、でさっき説明した話で、アップステムリテストはマネージドコンプリートリーセーフだと、要するに完全にクリーンで作ってるから、置き換え可能に作ってますよと。で、LTSI は、LTS をベースにしてるけど、新しいものを足してるよねと。で、バックポート、フィーチャーバックポートとか、あとですね、実は LTSI は、メインレーンに入っていないコード。で、それは、例えばカーネルアップストリームには入ってないけど、例えば LTTNG みたいに、みんなが使ってるコードだけど、実はアップストリームにはまだ入ってないよねっていうものとか、さらに言えば、各企業が独自で持っているインハウスのコードで、メインラインに入ってないけど、入れたいっていうコードも受け付けることにしてるんです。で、そこは、レビューをするので全部が入るわけではないんですけども、要するに他の人のコードを壊すとかそういうのはダメなんですけど、いずれにしても、この LTS コミュニティコードに対して、これインダストリーコードなので、ある程度、受け止めるんですね。なので、そういう意味でいくと、受け止めたものは、もともとの課題を壊してないことをテストしなくちゃいけないと、バリデーション必要だよねっていうことを思っていて、で従来から各社がやってた、ルネサスとかインテルがやってたんですけども、そこのテストのスキームを作ろうねっていうのをいろいろやっていってですね、ちょっとこれ全部読むとあれなんですけど、オートメイトですね、ここのところ、BS テストと、あとここのところ、さっきテストしないって言いましたけど、一応、ライトリーのテストはしたいと思ってるんです。自動で一晩でテストできるようなものは。なので、この辺の、
フリーオートメイティッドリリースマネージで、トレンドモニタリングって書いたのは何かというと、例えばここからここに来た時に、急に何かの性能が落ちてないか、ファイルのアクセスの性能が落ちてないかとか、コードがでかくなってないかとか、そういうトレンドモニターをして、どっかでリグレーションが入ってないのっていうチェックをしたいっていう思いがあってですね、こういうオートメーションを作ろうとしています。でここを今机にかけていて、この資料を出してきますけど、まだ実はちゃんとできてません。で、これこんな画面があって、これジェンキンスのフロントエンドにスクリプトで理論テストをくっつけるようなものがあって、具体的にはですね、これ28個のベンチマーク、なんだ、IOZONDA とか、なんだ、IPERF だとか、皆さん知ってるようなテスト、LMS とかですね、そういうものと、あと、オートメーションテストで、これフィーチャーテストですけど、MTP の中に一部とか、まあ、いくつかストレステストとかそういうのがありますけど、でこういったのには現状だからテストが33個とベンチマークが28個がこの仕掛けの中にくっついていて、今はルネサスと、インテルのミノーボードでやっています。でここに、今回フォアウェイの人がそこに俺も参加するって言っていたのでコードを持ってくるようになりましたけど、この仕掛けを作ってここのテストを回したい。でここはですね、実はこれパブリックなテストなんです。で皆さんその自分の製品作るときにテストしてると思うんですけど、全部のテストがパブリックにならないと思っている。だけどもある意味逆に言うと、さっきみたいなこの標準的なテストですね、このここにあったこういうテストはこれは別にもうシナリオ自身が公開されているものなので、別に隠す必要はないというかですね、各社みんな同じことやってるんだったら共通にしようと思っているので、でここをこれはもうすでにあるもので、例えば LTP って皆さんもともと LTP っていうのはエンタープライズで作ってるものなので、組み込みでタイムアウトしたりいっぱいしていろいろ LTP の結果自身が本当なのって話がいろいろありますよね。なので、こういうものを、我々用にちゃんと作って積み上げていって、みんなで共有できるテストケースを集めようね。でテストケース自身もオープンソースのライセンスをつけて公開できるようにしようとか改変できるようにしようねっていうのを今年取り組もうと思ってるんですね。なのでこれができると、この仕掛けで、この仕掛け自身もこれはたまたま今コゼントという会社がやっているので、ロシアにサイトを置いてテストしてますけど、このソフト自身も配れるようにしようと思っている。なので皆さんがこの環境を自分の会社に持ち帰って自分のサーバーの中に入れてテストすることもできるようにしたいし、できればその結果をみんなでアグリゲートして一緒に集めたいとかいうことを考えています。なので、さっきグレッグがそのカーネルテストをみんなしてくれてよくなっているよって話をしてましたけど、LTSI の方もこういうテストをちゃんとしてですね、LTSI としてこういうバリデーションを取っています、こういう性能のものですっていうのはちゃんと使用つけて出せるようにするという取り組みをしていてですね、ここを今年の2014年のテーマで、さっき言った 3.14LTSI を出す今にこれを適用したいというふうに思っているという感じになります。なので一応今日ザザッと話しましたけど、これこんなボードですね。これ今日はインテルさんの関係ないんでね実はインテルミノボードでベンチマークテストをすると、このでっかいファンをつけないとすぐブラッシュするっていうものが出てくる。別にこれ嫌味でつけたらいいんですけど、このでっかいファンをつけてるとか、あとうちのボードでこれやってるとかですね。でそれぞれ、こちら両方のノースリン型ライバーですね、おかしい、もうすげえでかい問題はないけど、やっぱりいくつか見つかるよねってあるんです。で、バグ見つかったときに、例えば、そうですね、バグが例えば100個テストすると、10個バグが出るとすると、そのうちの1個は LTSI だけで出るけど、残りの9個は最新のアプションで出るみたいな感じなんですよ。なので、当然16の隅で作ったテストとかそういうことが出るんですけど、その9個のバグは、レイテストのアップストリームを直さないとダメですよね。なので、それで LTSI だけを直すんじゃなくて、ここから上に戻っていって、全部根っこを直すっていうことも含めてこの中でやらなきゃいけないと思っているので、そういう取り組みをしたいなと思っていてですね、一応こういう議論が進んでいました。で、さっきグレイが言ったようにコミュニティの人たちはあんまりこうできない約束をしないのでテストはしてないと断言してるわけですけど、テストはいらないと言ってるわけじゃなくてですね、テストはしなきゃいけないと思ってるんだけど、コミュニティの人はできることが限られるので、我々はみんなで協力してこう埋めていきましょうねというふうなことなので、今テストはですね、例えばリナロでやってるとか、ヨクトでやってるとか、あとカーネルとドルの方がテストを少ししたいとかいう話も、グループは10年の計画って立ててましたけど、そういうのは、別々の人が別々のアスペクトとその見方でテストしていいと思ってるんですけども、そういうものはシェアできるようにしたいなっていうのは、今年 LTSI プロジェクトとしては2014年の取り組みにしています。で、ここって、実は製品作っている人というのはとても大事な話ですよ。どのくらいテストされてるのかと。いうので、こういうところを取り組んでいるので、皆さんとこういう方を使っていろいろご情報を共有していきますし、ウェブ等でもこういうテストのシナリオができましたとか、こういう環境ができましたっていうのをこれからいろいろ皆さんと共有していこうと思っているので、一応これが今年の我々としての取り組みにしていくものです。でこの資料は上げておきますけど、
一応この時は 3.10 が出たよって話とテストを始めるよって話をしましたけど、今日の時点で最初は 3.10 になったよってのは大ニュースだし、 3.10 のスケジュールはまだ決まってませんけど、これから決めますし、実際 3.10 はこういうプロシジュールで作っていこうねっていうのも含めて、提案をしていきますので、ぜひ参加してください。まあ、そういう意味では今はまさに 3.15 とか16向けてコードを突っ込むと 3.10 に持ってくれますので、そういう意味では今は頑張ってくださいねという話になります。はい、質問とかありますでしょうか。こういうの大きい人にはマイク回しませんので。さっきのグレープの対策質問でもいいです。なんか通訳しますけど、なんか。はい、どうぞ。ちょっと API じゃないかもしれないけど、先ほどのドキュメンテーションのっていう感じのルールの、はい、あれちょっと読み込んでないんだと勉強不足で申し訳ないんですけど、はい、ここに書いてあることっていうのは、3.2 とか 3.2 は DBI、 3.1 が先ほどするとか、はい、そういったそのディストリビューションがこの方がメンテナンスしていることもこのルールでやってやられる。それは違うと思います。ディストリビューションは独自のルールを持っていると思います。実はですね、例えばレッドハットなんかは最近やっとバージョン変わりましたけど、ずっとフリーカーで使ってますよね。でレッドハットは実は LTSI と一緒で、例えば KVM の機能なんて実はその時の関連に入ってなかったんだけど、フィーチャーバックボートもしてます。なので実はレッドハットって LTSI と同じことをやってるんですね。フィックスとフィーチャーバックボートを両方やってました。でそこは各ディストリビューションの考え方で、例えば Ubuntu みたいに比較的新しいのをかけてる人たちもいるし、レッドハットみたいにコンサーバティブの人たちもいるし、そこはディストリビューションのポリシーですね。でこのグレープのルールはアップストリームのステーブルカーネルのルールです。なのでアップストリームはもう非常にコンサーバティブにコンピュートクリーンのものしか受け付けませんと質ルールを書いているんです。ステーブルギットで見ると、はい、3.2 とか 3.2 も確かギットが入ってるじゃないですか。でもあれはあくまでそういう意味だと、ちょっとグレープ、はい、分かりました。そのデラステムだから、あ、こちらはメンテナー3.0.3.4.3.10 based on this your rules。So, how about 3.2 or 3.12 that maintained by other guys, like Fuzz and Debian guys, applying the same rule or not? If it's on kernel.org, yes, same rules. So you'll note Canonical maintains a few kernel trees that are not on kernel.org and stable, and I don't know if they follow these rules or not. But if it's on a kernel.org, yes, those rules apply. Kernel.org に入ってる限りはこのルールが適用されていると。ベンダーの中では違うかもしれないけどっていう。まあそうなんですよね。あとグレッ3点のグレッツさんか他の方に入るということだけど、それでもそのなんで、じゃあどの、発注をバックポートするかっていう基準は、なんかSo once you hand over the 3-4 maintenance for the other guys, so the, what kind of the criteria to accept, which part is accepted or not? So you say the maintainer. So like 3-4, I'm going to stop.Somebody's going to pick it up and maintain it on the kernel.org as a community member, and he will still do these rules. So if it's on kernel.org as a stable kernel, it follows these rules. それはなんかじゃあ、極端な話しちゃうと、なんか オートメーション化できるような、なんかあるんでしょうか。そこまでは言ってないと思います。ここ例えばですね、上に書いてるのは、nice to have のスイングはダメだって言ってるんですよね。別に直した方がいいけどっていう程度のものは直すなって、絶対直さなきゃやばいものだけ入れろって言ってて、その勘どころの判断って結構オートメーションには難しいのかもしれない。なんでも入れてるわけじゃないです。まあ、じゃあその各ドメインメンテナーの方は、バージョンごとにどれをピックするかは、上げ方が同じだから、グレッツさんと何かで変わっても、はい、同じルールを適用しているので、さっきグレッツ先生に必ずサインドオフバイト、レビューオフバイトとか書いてるので、そいつが変なことすれば永久に残っちゃうので、みんなストリクトに行きます、結構そこは。ガドです。はい、じゃあどうも、宇田さんありがとうございました。